区内の小学校区に展開する区民広場。利用者は今や年間延べ70万人を超えています。豊島区は予防活動を通じて安全安心な街づくりを進めるセーフコミュニティ国際認証を受けました。区民広場はその最も身近なステーションとして多彩な取り組みを行っています。大塚駅のほど近く、南大塚地域文化創造館や南大塚ホールと隣り合ってこの広場があります。今月は賑やかな子どものプログラムを通してお母さんたちの交流の輪が広がるこの広場を訪ねてみました。こんにちは。こんにちは。子育て広場はこちらですか？お待ちしておりました。賑やかなプログラムがもうすぐ始まりますよ。この広場は2つの建物からできています。向かって右側が主に一般の利用者のための広場、左側が子どものための広場になっています。いいですね。子育て広場は子どもたちが安全に安心して自由に遊べる場所なんですね。さあ、ウキウキタイムが始まりました。まずは毎月の大切なプログラム、誕生会から。今月誕生日を迎えた子は4人です。プレゼントはスタッフ手作りの誕生日カード。今月のメインイベントは運動会ごっこです。スタッフが引っ張って歩く箱を追いかけて球を入れていきます。参加しているのは0歳から2歳児が中心で、親子で楽しむ授業です。何が始まるのかな。福笑いです。作るのは子供たちが大好きなアンパンマンの顔。さあ、どんな顔ができるんでしょうか。顔のパーツを貼り付けるのは抱っこの子はママの役目。ハイハイしたり歩ける子はママと一緒に貼り付けるんですね。アンパンマンに見えなくても楽しければいいんです。季節に合わせて毎月工夫を凝らしたプログラムを実施しています。親子で楽しむウキウキタイム、この授業の重要な目的はお母さん同士の交流なのだそうです。子育ての中で直面するさまざまな悩みや問題を相談したり話したりするきっかけになっているのです。お母さんたちにこのプログラムの感想を聞いてみました。広場での交流はストレス解消につながりますか？結構楽しく過ごしてると思うんですけど、家に閉じこもってるよりかはこういうところに来て遊んでた方がいいかなとは思います。子育て広場の授業に要望・提案などはありますか？要望はイベントを今もたくさんあるんですけど、より増やしていただけると充実できると思います。この広場でも年齢に関係なく自主授業、
サークル活動や親睦など様々な事業が行われています。誰もが参加できる交流プログラムは運営協議会が主催する健康体操、趣味やスポーツの教室など常連の参加者が増えています。そして活発なサークル活動もこの広場の自慢の一つです。いかがでしたか、ウキウキタイム。お母さんがウキウキできるとお子さんやご家族みんなが楽しい気持ちになるんではないでしょうか。政府コミュニティの国際認証都市豊島区、5年後の再認証を目指して区民広場は皆さんの参加をお待ちしています。